日本栃木県羽賀郡市会長、市花市花は栃木県羽賀郡市会長の地名。郵便番号は321-3423。市会長南部の市区域。町役場など町の主要施設が集中する。町の交通、行政の中心にあたる。荒宿東交差点の東側で、市花の西部を流れる古海川と、北東から流れる桜川が合流する。 一海町役場、市花交差点中の内交差点付近に、市花の旧市街地が広がる。西で、上根、羽賀町稲毛田北で、椎谷、文国、田野辺、東で、笹、原田、茂木町毛、菅又、上菅又、南で、田良、石毛、益子町、七井、太区と接する。東西方向に主要地方道を宇都宮茂木線が通過し、 一花の主要幹線となっている。2014年には、宇都宮刺激線羽賀市海バイパスが、全線開通し、宇都宮方面、モテギ方面のアクセスが改善された。室町時代より、東真壁郡に地名として見られる。江戸期には一花村となり、はじめなす州千本市領、漢文5年より、幕府領、法営2年より、旗本領。一時のうちが後輩し、 明は4年より、両主の触れ書きにより3年間年貢を半減とされる時期があった。分世期には移民の機能が奨励されて、天保期に越後、加賀からの移民が多くあった。1889年には、町村政志向により、市花村は、市花村の大技となった。自治体編成の際、市花の死の字が赤羽村の羽と共に取られた。当初は、 四条縄と呼ばれ、上平7年に、増越一族のしげ、重労な大政がこの地に館を築いた際に、重げと改め、その後、市花に変化したという。この館は、市花和館、または、市花館と呼ばれていた。2015年10月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。市花駅市花和には、JR バス関東が乗り入れている。 1937年に開業した国鉄バス、宇都宮市激線を起源とし、東へは、毛古鉄道と同じく、茂木駅行き、西へは、そぼい、宇都宮駅方面へ向かう路線が運行される。このうち宇都宮方面行きは、市花駅入口停留所と、荒宿東停留所の間で荒宿横町経由と、市会小学校経由の系統に分かれる。 2013年のダイヤ改正により、そぼい、もてんぎ館を運行する本数は減っており、上下線ともにあれ宿横町経由は1日1便、1階小学校経由は4便のみとなっている。また、市花駅に、那須烏山市営バスの市花黒田烏山線が乗り入れている。那須烏山市内の JR 烏山駅方面及び、一階温泉方面への便がある。 1937年に開業した国鉄バス、市花カラ山線を起源とする。その後、国鉄バス廃止、廃止代替路線として、カラ山町 A バスに移行その後カラ山町の合併により、那須カラ山市 A バスとなって、現在に至っている。2014年現在、1日後往復運行される。ありがとうございます。